よし、はい、初めましての方は初めまして、いつも見てくださってる方はありがとうございます。ゆうたけというものです。今回は魔女の家というホラーの RPG スクール製のホラーアドベンチャーゲームをやっていきたいと思います。いつもはゲームキューブのピクミン実況してるんですけど、なんか今やべえ急にホラゲやりたくなってきたとか言って思ってで、リクエストがあったので、そのなんか良さげな魔女の家というゲームをやろうと思います。まあこの RPG スクール製のホラーゲームは多分過去に青鬼とかそんなのしかやってないからかなり新鮮。あ、そう、今2月某日で時刻は25時15分、まあ、要するに深夜1時15分ということで、しかも久々なので怖いかな、大丈夫かな、逆に体勢ついてて全然怖くないかもしれない。とりあえず始めます。始めからなんだこれ、金髪少女、主人公っぽいね。あ、もう動ける、早い。あ、斜めも動けると。青々と茂った大樹がある。何、え、なんか普通に、うわ、え、何、あ、ダッシュ早くね、これ青に一瞬で回避できんじゃん。これ何、これ、うわっと、黒猫気がついた？人間がこんなとこにいると危ないよ。あ、セーブ。セーブ黒猫ね。で、上は行けなさそう。小さなバラが道を塞いでいる。から、じゃあまあ下に、おっと。んの家、森の出口。いきなり出口かな？まあ。多分、あ、なんかいきなり入った、錆びついた刃物。あ、アイテム聞きます、聞きます。アイテムは自動で使用されません。対象物に接してメニュー画面からアイテムを使用してください。また中には持っているだけで効果のあるアイテムもあります。アイテムの説明文を参考にしてください。操作方法、多分大丈夫。まあ普通に進められそうかなって。ビオラ年13、少女だね、本当に。マチェット、そんな名前知らない。手紙、おうおうおう、なんかいろいろあるね。遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように。でも今出口向かってんだよね、これ。あれ？いけない。ここは何これ、チューターのなんか、あ、これでアイテムゲットしたからバラが切れますっていう典型的な持ち物。マチェット、バラを切る。なるほどなるほど、リアルだな。通れるようになった。マチェットは壊れてしまった。こんなノリでいけそうだね。さて、セーブはこまめに。あれ、セーブじゃないの？ふーん、花が出口を塞いじゃって出られない。ああ、うわっ、入ってみたら、どうせここから出られないんだし。なんと、そうか、森の出口に出られないから上に進んで来ました、魔女の家ってことで。これが始まりか。うわ、音リアル。そしていきなりこれは結婚じゃないか。うわっと、は死んだ、いきなり死んだよ、マジかよ。出た即死ゲー、
来ましたよ、よくある感じの。はい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 、大丈夫。なるほどね。今のところはトラップで踏むと、まあやられると、過去にやられた人の結婚だったってことね、あれは。いやー、これこまめにセーブ取らないといけないって。待って、セーブできないの？ロード、あれ、セーブは？こいつセーブさせてくれる？黒猫ってセーブポイントだよね。セーブさせてくれ。よし、セーブ。あ、なるほど。いやー、即死か。でも、スクールのホラゲっつったらそんなもんか。で、ここ踏むと死にます。避けて、私の部屋までおいで。こっち行けんの？あれ？開いてないよ。どこ？今なら踏んでも大丈夫ってこと？いや、怖いな。おっと！いきなり増えてる。なるほど。そして出口が、ただの真っ白な壁。いや、面白そうだからついてきちゃった。ところで今どっから出てきたの？始まりました、魔女の家。BGM、すげえ雰囲気出てるな。ちょっと今、本当に深夜1時半だから。ね。大丈夫かな？怖いんだけど。大丈夫。きっと大丈夫。うわ、千万。バラの花が飾られている。うわ、ちょっと待って、広い広い広い。なんか、いきなり色々あるし。どっから行こう。まあ、一箇所ずつ調べていきますか。大きなテディベアがカゴの中に入っている。わずかに隙間がある。隙間。クマをカゴに。何のことやら。まあ、今なんもないかな。大きな柱時計がある。時計は丁寧に時を刻んでいる。ん？魔女の日記。魔女。あ、そっか、魔女の家か。だから、日記なんですね。私は病気だから、誰も私と遊んでくれなかった。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。終わり？終わり？日記短。あ、今日の日記ってこと？家が元の姿に戻るとき開くと書かれている。プレゼント箱の山にテディベアが。ああ、はいはいはい。さっきのとこに置けば。うっ！仕掛けが作動するってことだね。てか、ビビらしげだよね、これ。やばいな。やばいな。ここは最後なんだね。ちょっととりあえずセーブしたいです。セーブ。黒猫、よし。で、ここにテディベアを入れると、え、手足が突っかかってカゴの中に入らない。違うの？あとってこと？左行くか。左。あ、ハサミだ。持ってく。鎖につながれてて。ここは？なんもない。まあ、進んでいくしかないよね。あれ、進めない。鎖？アイテムは？手紙とテディベアしかない。おっと？いきなりなんだ？テディベアが入らないし。あ、普通にここで切ればいいわけか、何か。切れんじゃね？手足を切り落とす。切り落とすしかないよね。胴体。なんで血が出るの？出なくていいじゃん、ぬいぐるみなんだから。うわっ！
いやー、テディベアが。だって、うわっと、ちょっとやめてよ、もう。切り落とすしかなかったんだから許してよ。進めないんだって。テディベアの胴体。なんで赤くにじむかな。押し込んだ。鍵、入った。あれ？ああ、さっきのね。ってこと、今なんか迫ってきてたよね、今。今見た今。うわっちょ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 、うわっちょ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 。な、どんだけだよ。どんだけだよ。ああ、もうセーブしてないし。もう待って、マジでこういうの。いやー、ダメだ。いやー、ダメだ。ちょっと待って、久しぶりすぎて全然ない。うわ、めっちゃビビった。今の心臓に悪い。わあ。よし、大丈夫。うん。もういい、切り落とす。怖い。セーブしよう、セーブ。ごめんなさい。セーブで、今カゴが迫ってきた気がするんだけど、ほら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 、一瞬で、待って、次もなんか来るんだよね。花瓶が落ち、何かが来る。うわ、ちょ、嘘でしょ、テディベア来た。